これは赤松。赤松。これは赤松はね、こう触った感じがね、柔らかい。それでね、目がこう赤っぽく出る、こういうふうにね。赤松。目で見分けるの。目で見分けるっていうか、歯見れば大体わかるんだけど、柔らかい歯にしてるからね。歯の色がね、基本的に違うんだ。これ基本的に違うんだわ、歯の色が。あのグリーンが違うんだわ。これも赤松でしょ。これも赤松。あのグリーンがやっぱりね、ちょっと柔らかい感じする。黒よりはね。黒はね、やっぱりグリーンがね、こういう風にして濃くなるの、これね。で、ちょっと触りが痛い。ちょっとチカチカっとね。それで目がね、だいたい白っぽく出てくる。黒は。これも苗木だけど。あ、そう。これも苗木だけど、目白っぽいでしょ、これね。これ赤松は赤っぽいでしょ。それでこういう風に出てくるんで、一応目分けるんだけど。これは痛いよ、触ったら。こう、針金のようにチカチカと。赤松はそうでもないけど。そう。うん。で、こう。と見分けるにはもう、目しかないんだ。目しかない。目と歯か。うん。目と歯とちょっと触ってみるのが一番いいね。こう、うん、感じがチカッとするから、黒はしないから。だから、慣れるとね。今度の赤でしょ。うん、赤は触って柔らかいからさ。うん、まあ、見分けるったらそのぐらいだし、大きい大木になれば幹で分かるけどね、赤と黒はね。あ、そう。幹が違ってくんの。古くなれば。うん。うんと古くなればね。だけどそんな古くなるったらそう、50年とか100年の話だからね。だから10年とか20年の場合はやっぱり葉っぱとか新芽で見るんだけど。御用はこんな緑なんて。うん、全部御用は最初若芽がこういう風にしてね、若葉色出てきて、夏になるとこの色に変わってくるの、真っ青にね。いや、みんな目とあれだよ、新しい目と夏になった目は色違うからね、全然。